の定期演奏会を指揮いたします沼尻裕介です。後半に演奏いたします、メンデルスゾーンの賛歌の、合唱が入る部分の冒頭を今ね弾いたんですけれども、この作品には思い出がありまして、私が昔新日本フィルでアシスタントをしていた頃に、小澤征爾さんが、ね、この曲を、指揮なさいました。その時ソリストは、大倉幸恵さん、白井光子さん、林誠さんというね、当時の日本の、まあ、最高の方々が集まって、コーラスは親友会合唱団というね、本当に素晴らしい演奏会だったんですけども、その時のなんかものすごい感動をですね、未だにこう、大切にしているものですから、ぜひ自分も新日本フィルの演奏会の話をいただいた時にこの曲を演奏したいと思いました。前半はシベリウスのバイオリン協奏曲で、ソリストはユーハン・ダーレネさんですね。この方は新日本フィルの定期にも以前ご出演いただいていて、その時の、まあ、大好評という、ね、ことで今回、またお願いすることになったそうですけれども、まあ、シベリウスとメンデルスゾーンというね、まあ、面白いコンビネーションですけれども、まあ、お腹いっぱいになる演奏会だと思いますので、ぜひお越しください。